出産率が落ちてる。出産率夫婦に対して一言言ってください。多分배우님을잠깐멈추고最近出産率が落ちてきてます結婚しようとする人もどんどんなくなっていきます。結婚するのはいいと思います。そうですか、うん、結婚したら子供は産むべきですかね。私は女の子が欲しいです。そうですか、うん、じゃあこれからカップルになる人たちとか、カップルとか、夫婦に対して、一言言ってください。やっぱり、自分の、大切な人と、二人の化粧をみんな作った方がいいと思います。そのためには何が必要ですか？愛し合って、いっぱい愛して、できると思います。はい、ありがとうございます。以上ハイタッチで終わりします。はい、ありがとうございます。バイバーイ最近日本も韓国も出産率が落ちてる。あんまり結婚したくないという人が多くなってきてます。それに対してどう思っているのかを一言言っていただいてから挨拶バイバイしてください。いっぱい異性とデートするといいと思います。いいと思います、ね、デートされてます？たまに最近ちょっとしてないかもいっぱいデートしていっぱいデートするといいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。お世話でした。はい、ハイタッチで終わります。はい、出産率が結構落ちてきて、夫婦になろうとするカップルがどんどん減っていく。みんな子供が産みたくないという事実です。韓国も日本もだしグローバル的に。なのでそれに対してどうお考えなのかを聞きたいですその夜の機会が減っていくと思うんですけど、まあちょっと普段からコミュニケーションを大事にして、まあたまにはちょっとね楽しんでほしいなって、そのきっかけになればいいなと思ってます。はい、ちなみにお子様ができるとしたら娘さんがいいですか、お嫁さんがいいですか、瀬戸も太郎さんがいいですか。男の子が女の子かってことですか。そうですよね。どっちでもいい。でも男の子ちょっと欲しいですね。そうなんですね、わかりました。はい、はい、本当に今日残りの撮影もよろしくお願いします。はい、ハイタッチで終わります。はい、ケイさんも以上です。ありがとうございます。最近出産率が落ちてる。出産率そう。でも、子供が生まれるというのはすごく聖なることじゃないですか。なのでその女優さんたちの活躍がこれからすごく大事なのかなと私は思ってます。なので夫婦やカップルで、もしかしたらこれからカップルになる人たちに対して最後の挨拶をしてください。韓国の皆さん、キョンミレノです。キョンミンって呼んでください。私の作品を見て、ちょっと気になるなみたいな、ね、女の子がいたら、一歩踏み出てアピールしてみてください。そしたら、出産率が上がってバイバイで終わってください。バイバイ、はい。で、最後のメッセージ。はい、をお伝えして終わりにしようと思います。はい、最近韓国も日本も出産率がかなり落ちてきています。それに対してどうお考えなのかどうお考えなのか、はい、アダルト業界がそれに対してすごく大活躍をしていると僕は思っています。はい、日本も韓国もどんどん落ちているのは事実で、それってレス、原因かなって思うので、うん、私の作品とかいろんなねアダルトの作品を見て学ぶとか、こうムードの作り方とか学んで、ね、子供をいっぱいねズブズブと入れて、はい、ピュピュ出して、ね、
ぱいね子供作ってこうやっていったらいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます、はい、AV 業界アダルト業界で大活躍しているカシーカオさん、と最近結婚する人が少なくなってきました、で子供もあんまり産みたくない、でそれが特に韓国の日本では問題ですよね、その夫婦とかカップルさんがこれから頑張ってもっと愛を確かめられるように、いやそうですね、こうね夫婦とかカップルで付き合いがね長くなっちゃうとどうしてもね、なかなかねする機会減っちゃうかなって思うんですけど、そういう時はいや皆さんねその、まあ、AV を見ながら励んでいただいて、でなおかつそのね仲良しをたくさんしていただいてどんどん子供を産んでいただければと思います。カップルとか夫婦とかそういう関係になる人たちにここに行ってください、韓国のカップルや夫婦の皆さん、いっぱい仲良くして子供を作りましょう。と最近日本も韓国も出産率が落ちてきています。それで夫婦になることとか赤ちゃんを作ることに対してどうお考えなのかお聞かせください。もうみんなしなさすぎなのかな。だから興奮しよう興奮しよう私の作品を見て、はい、興奮しよう。いっぱい姫様みたいな、ちょっと大切にしたい、もちろん、まあ、大切にしたい気持ちもあれば、すごくなんかお母さんみたいなところもあるなという、お母さんみたいなところもあるなみたいな、お母さんみたいなところもあるなみたいな、なに、ね、はい、ありがとうございます。以上です。OK。で、最後のインタビューになります。はい。私、ゆりかさんの、作品見てないかなと思って、今回出演が決まってから、ちょっといろいろ見てみたら、はい、それから、まあ、そういう作品を見ました。はい、全部、すごく面白く見てたんですけど、楽しく見てたんですけど、でもそれは全部フィクションであることを、はい。アダルト作品はやっぱりちょっとそういう、まあ、マイナスなイメージとかもやっぱりあるとは思うんですけど、やっぱり演者同士でまあ、フィクションで楽しく作り上げて、それこそやっぱりカップルだったりとか、やっぱりそれこそ男性がするのもそうだけど、もう全部こうエッチの妄想を全部叶えようっていうものなので、マイナスのイメージじゃなく、すごいプラスのイメージで楽しく見てもらえたら嬉しいです。これからも頑張っていくので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ストップ。